はい、これから、コンソールボックスの開封作業を取りたいと思います。リード、紙取った方がいいな。紙、取れねえか。お、いいで、はいはい、これがコンソールボックス、ちょっと開けてくれるかな。よし。おお、こういう乾燥剤まで入ってるの。おお、いい。こんな立派なもんが、今度は車に取り付けたいと思います。これから取り付けたいと思います。はい、どう？はい、こうやって置くだけで、あ、それちょっとシートベルトかかってる。あ、なんかもうちょっと前出した方がいいかな。あ、そうだな。はい、これで簡単に取り付けてきました。後ろから取ってみます。よいしょ。こういうただ置くだけでね、簡単に、取り付けができました。皆さんもね、長距離運転になると肘が非常に、楽なんですよ、これでね。ぜひコンソールボックスね、ただ置くだけですから、これ本当に簡単なやつですのでね、買っていただければありがたいと思いますね。今日はこんなもんですね。またお会いしましょう。さよなら。最後にですね、車に合わせて、この足の幅をね、広げれますので、まあ広げるしてもな、 1.5 センチぐらいだけども、まあ大体幅が13センチなんでね、1センチか1センチ5ミリで、調節できますので、どんな車にも合うと思います。以上です。